おっぱいは世界を救う。はい、今日は、茨城県、下妻市の大宝の、無人駅に来てます。大宝の文字、鳥羽の絵って呼ぶのかな、うん、まあそんな感じで行ってみたいと思います。まあ自然豊かな、この完全に田舎です。それでね、今こちらホームから今度は今下りに上りに移ります。で、一応構内に踏切があり、すごいよね踏切。まあちょっと撮るだけね、あんま撮ったら撮影が起こる。うわ、こんなの撮れないからね、普通ね撮れないよね、こんなのね。まあ、こんな感じで上がっていくと、今度は上りの方に来ちゃう。上り。すごいね。いい駅だ。うん、いい駅だ。すごいね。今3月ぐらいかな。で、自動改札見たくなってるんだけど、昔は本当に違うようなパッチンパッチンやるやつで昔は乗ってたんだよね。まあ、噂の、日本一高いと言われるこの電車料金ね。こっから建ててまでね、1280円ですね。高っ！まあ、こんな感じで。まあ、大宝駅、無人駅で。昔から無人駅なんですけどね。まあ、こんな感じで撮っていきました。いいね。うん、最高だね。でね、この後電車来るのを撮れたら撮りたいと思います。レトロだね。このね、電車構内にね、あれがあるんだよね、踏切があるんだよね。おー、いい音。